グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。150枚目の作品はボッティチェリのユディとの帰還です。では番組監修の藤井幸先生からお話を伺いましょう。藤井幸です。サンドロ・ボッチェリは15世紀イタリア・フィレンツェの初期ルネサンスの巨匠ですね。フィレンツェの実力者メディチ家と親しく可愛がられましたね。彼の代表作ヴィーナスの誕生と春・ラ・プリマベーラは紹介しましたね。今日の作品はこれらより10年ほど前の作品で、彼が20代後半で描いた神話画の一枚なんです。毎週土曜にユディトを3枚見てきましたが、今日のユディトはこれまでとは雰囲気が違いますね。それは外の風景が描かれているからじゃないでしょうか。これまではホロフェルネスの首を切るところだったり、切った直後でいずれも部屋の中でしたからね。これはユディトが自分の町に引き上げていくところなんですね。ホロフェルネスの首を切るという大仕事をやり遂げたユディト自身も日常に戻ったような、どこかのどかな感じがします。こういうところが女性の怖さとも言えますね。嘘え？でも次女が頭に乗せたホロフェルネスの生首は不気味だし、ユディトの持ってる剣は血がついてませんか？そうですね、牧歌的な雰囲気の中に物騒なものを書き込んで、これは怖い絵ですね。実はこの絵は連作になっていて、もう一枚は本当に怖い絵ですよ。ホロフェルネスの遺体発見といって、首のない遺体を皆が取り囲んでいるという絵があるんです。というふうに物語性のある作品なんですが、ヴィーナスの誕生やラ・プリマベーラのような装飾性はまだ見当たりませんね。この作品にはボッチェリの師であるフィリッポ・リッピの影響が残っていますね。フィリッポ・リッピもとても素敵な絵を描いています。また今度紹介しましょうね。あら、ボッティチェリはレオナルド・ダ・ヴィンチと一緒にベロッキオの工房にいたのではなかったでしたっけ？フィリッポ・リッピの後にベロッキオの工房に入ったんです。ここでボッチェリとダ・ヴィンチが兄弟弟子だったことはよく知られていますね。ボッチェリはダ・ヴィンチと違って19世紀末に再評価されるまで400年以上忘れられていましたが、メディチ家が中心となって人類最大の改革といわれるルネッサンス勃興の中心にいた美術史上重要な巨匠なんです。4つ目のちょっと雰囲気の違うユディトを描いたボッティチェリは忘れちゃいけない巨匠なんですね。では最後に今日の音楽について、クラシックソムリエの田中康さん、お話をお願いします。今日の音楽はリバルディの調和の霊感から協奏曲第2番トタン調です。司祭の資格を持ち燃えるような赤毛だったことから赤毛の司祭レッドプリストと呼ばれたビバルディはまさにバロック時代のスーパースター。調和の霊感などの名作の数々はバッハをはじめとした同時代の作曲家たちに大きな影響を与えています。